皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日ご紹介する商品はこちらですね。ちょっと話題になっているスライダーじゃないかなと思いますけども、動画用タイムラプス用のスライダーで G ポンの、マイクロ3、私がこれ持ってるのは E700 というタイプになります。ここ2ヶ月ぐらい使わせてもらったのかな。で、アメリカの撮影旅行にも持ってって、あと北海道新冠町の、撮影の仕事でもこれ持ってってですね、結構活躍してくれました。で、今日はですね、こちらのジーポンのマイクロ 3E700 ですね、これを使った感想、レビューをですねお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。まず今日の動画ですね、前編後編に分けようと思います。前編は私のこのスライダーのレビューですね、ざっくりとした感想をお伝えして、後編は、使い方を中心にですねお伝えしたいと思ってます。スライダー芸人じゃないですけど、仕事柄ですね、このタイムラプススライダー、動画のスライダーってよく使うんですね。こちらの商品はですね、私のまあ天文系というか、YouTube の大先輩ですね、 YS イメージのよっちゃんからですねお借りしています。で、私がですね、よっちゃんにお願いをして、まあ、商品にすごく興味があるんですけど、ということで、こちらをお借りさせていただきました。使わせていただきました。今流行りのですね、ダブルディスタンススライダーというタイプですね。本体の長さよりも可動域が広いというタイプのスライダーになります。で、私が使っているのはこれ E700 というタイプになります。 M がマニュアル手動でこう動画撮影とかするときですね。で、 E のタイプが電動になります。タイムラプスとか、でも使えるようなタイプが E のタイプになって、私が今回お借りしているのは E のタイプです。で、長さが、50、500、700、1000とあって、私が今ここにあるのが700、ちょうど真ん中のサイズになります。で、このスライダー、どうして私が興味を持ったかというと、まずですね、結構珍しいんですけど、このダブルディスタンススライダーって、三脚一本で運用することを想定されてるんですよ。ただ、設置場所によってもやっぱ三脚二本使いたい時もあるんですよね。で、これはですね、一本でも使えるし、こっちもネジ穴がついてあって、三脚2本でも運用することができるんですよ。これね、ここがついてないタイプが多いんですよね。だから、応用が効くというか、あ、それは設置するときに楽だなっていうのがまず一つですね。1本で運用したときに、ここにつけるサポートロットっていうのがあるんですよ。これですね、こういうやつ、サポートロットっていうのがあります。はい。で、これを、このスライダーの下につけてですね、三脚に固定することで、カメラがこう端に寄った時にですね、荷重がこう極端にかかりますから、傾いて水平が取れなくなるっていうことが起こるんですけども、それを防止することができるっていうやつですね。転倒防止じゃないです、傾き防止になります。なので、このサポートロットがですね、つけれるタイプ、つけれないタイプがあって、あんまり売ってないんですよ。こっちが4分の1インチで、こっちがこういうなんていうか、なんかこう挟める、足を挟められるタイプのクランプっていうのかな、になってるのってあんまりないんですよ。でも、これは最初にもう付属してるんですね。付属してきます。あ、これはいいなって思ったんですね。マニュアルとエレクトリック、電動の切り替えが簡単なことです。動画撮影の場合、例えば動画で商品撮影をするような場合だと、同じアングル、同じ商品を違うアングルでこういろいろ撮っていくような感じになるんですよ。だからそういう時って、電動でいちいちセッティングして、スマホとかでセッティングするよりは、こうやって自分の手でこうやって動かした方が早いんですよね、作業が。だから、私の仕事からですね、マニュアルも電動も両方使えるタイプっていうのがいいんですよ。で、その切り替えが早い方がいいんですね。で、これがですね、電動にしたいってなった時に、こういうモーターが E700 を買うとついてきます。で、このモーターをここの部分ですね、こうやってつける。で、ここにバッテリーを取り付ける。はい、バッテリーはですね、ソニーの F970 だっけっていう、あのバッテリーの互換、よく動画撮影で使うバッテリーのタイプですね。これでもう電動化できるんですよ。これで電源をこうやってオンすると、
こういう感じで今ここでスイッチを押してるんですけど、これの切り替えがこうワンタッチでできるっていうね。ここを外すだけで、これでもう外すだけでこうマニュアル化ができるというのがですね、まあ最大の特徴ですよね。これの前期のマイクロ2ではこのマニュアルと電動の切り替えがちょっとね、できなかったんで、できなかったでできるんですけど、時間がかかる感じだったんですよ。だから、今回、こういう切り替えが簡単な仕様になったので、あ、これはいいなと、私は思ったわけですね。パン軸、ティルト軸、のモーターをつけて、三軸でコントロールすることができるんですね。このレールモーション、パンモーション、ティルトモーションっていう、三つの動きで制御することができます。パンモーションの動きをすることができる、ポンズ電動式パンヘッドだったかな、これとあとチルトモーターとアームのセットですね。こういうのを別につけると、これを三軸コントロールすることができるっていうものなんですね。で、この三軸コントロールできる機材って今までもあったんですよ。あったんですけど、このアームの部分がね、弱いのが結構多かったんですよね。実際使ってみたらもうふにゃふにゃで、タイムラプスで、こうやってシャッター切るたびにブレてて、全部の画像がブレてるとか、どう頑張ってもその、沈み込みとかね、そういうのが防げないっていうやつがあったんですけど、これアームがね、めちゃめちゃ丈夫だなと思ったんですよ。あ、だからこれは三軸コントロールしても問題ないなと、実用レベルだなと思って、これにしました。おそらくですね、今既存で発売されているタイプのスライダーとしては、スライダーに求められていることの、ほとんどのことがですね、網羅されているというか、できる機材になっています。だからまあこれ1個買っておくと、まあその間違いないのかなというか、できないことっていうのがまあ少ないんじゃないかなっていうぐらい網羅されています。まあ、そこがねすごくいいところだなと。まあ、とにかく多機能なんですね。バレルロールっていうのができるんですね。バレルロールっていうのが、このダブルディスタンススライダーっていうのがですね、カメラを前に動かしたり後ろに動かしたり、するときにですね、このレールが映りにくいっていう特徴があるんですね。で、その特徴を利用したですね、バレルロールっていう動きがあって、三軸の状態にしてカメラを回転させながら前進させたり後退させたりすると、端から端まで広角レンズで使うっていうのはちょっと難しい部分はあるんですけども、ちょっとしたトリッキーなこともできるんですね。ジンバルでいうとこのインセプションモードにプラスレールモーションをつけた動きができると、まあ本当に複雑なモーションコントロールができるっていう感じですね。ジンバルだとね、どうしてもねバランスが悪いからね、こういうスライダーでやった方が、まあ、安定はするだろうというふうには思ってます。以上の理由で私はこのスライダーをお借りして、アメリカ、それから北海道のニーカップ町での撮影のお仕事で、使わせていただきましたが、結果としてはですね、すごく満足したものが、撮れています。で、実際これ持ってくときにですね、感動したのもですね、まずこのスライダー E700、スライダーの方を購入すると、こういうケースがついてくるんですよ。これ結構、立派なケースがついてて、ハードケースなんですけどね。で、これの中に、スライダーと、それから、このサポートロッドですね。これが収納できるようになっています。基本的には撮影の時はこれのケースに入れてカメラバッグと三脚とこれこうやって持っていけばいいんじゃないかなっていう感じで、すごくですね、その持ち運びが簡単でした。で、モーターの方もこういうケースがね、一応ついているんですよ。で、これ、モーターもですね、中開けると、この、レールモーション用のモーターですね、が入ってて、バッテリーを入れるスペースとかも、ちゃんと作ってあって、なかなか気の利いた配慮ができるじゃないかと思いました。で、やっぱりこう、サポートロッドが付属しているっていうことで、まあ、設置がすごく安定するなっていう印象でした。あとね、一回不良の事故があってね、スライダーをね、一回倒しちゃったんですよ。で、ここに傷ついてるんですけど、で、その時にこのベルトがね、このタイムラプス用のこのベルトがビヨンと取れてしまって、あーやべえな、これ壊れちゃったなと思ったんですけど、直せたんですよね。
直し方はすごく簡単だったというか、まあ簡単でもないかな。ここのベルトがね、まあこれ取れちゃったんですよ。ビヨンと取れちゃったんですよ。で、まあこれ六角レンチで締め上がってるので、ここにはめて六角レンチ固定した。ベルトがビロビロの状態で緩かったんですけど、あのちゃんとね、あの締めれるところがあって、あ、ちょっとわかりづらいかな。ここですね、ちょっと六角レンチを差し込める穴があるんですよ。で、これを締め付けるとこのベルトがこう、なんていうか、キュッと引き締まるような感じになって、また再度使えるようになったんですけど、それなんていうかな、不良の事故にもあのちゃんと対応できるようになってるっていうか、そういうところは仕事で撮影してる身としてはね、めっちゃありがたかったですね。あの普通のスライダーでこれで壊れたらもうどうにもない、自分で手を加えることができないとかがほとんどですけど、もうこれはそういう直す余地があったということですね。細かいところを言うとね、いろんなところ配慮があって、このネジなんですけど、これ埋め込まれてる感じになってて、これね、こう回すとほらピョンって出てくるので、こう3分の1インチと4分の1インチのネジがね、こうやってね、切り替えれるようになってるんですよね。こういうのとかもね、大事な配慮ですよね。で、まあ悪いところも、言いましょう。で、悪いところはですね、スライダーだけで、使った時ですね。まあカメラとスライダーをつなぐ、レリーズケーブルですね、を、使うんですが、そのレリーズケーブルはね、このモーター側につけるんですよ。だからここに、こう、モーターをつけて、で、カメラをつけて、レリーズをつなぐんですけど、レリーズのそのシャッターケーブルですね、シャッターケーブルがビヨーンってすごく引っ張られるので、端から端まではとてもじゃないけど、普通のシャッターケーブルだと短くて、端から端まではスライダーだけでのタイムラプススライダーの運用はできないです。これ延長ケーブル、スライダーだけで使いたい人は延長ケーブルを買った方がいいです。で、これをこの延長ケーブルをね使って、まあ余裕を持ってこうレールモーションの効果を得ることができるので、スライダーだけでタイムラプスの撮影をしたい人はこの延長コードがおすすめです。まあスライダーじゃなくて、こっちのポンズパン電動チルトヘッドかなの形状が、まあ四角いんだよね。だからこれをつけてですね、例えばこういう形になった時にこの部分が出っ張るわけですよ。だからあのスライダーが端まで行った時にここが干渉するので、だから目いっぱい使えないのはもったいないなっていう、ちょっとここ、まあこれ小言ですかね。商品の形状的になんで四角いんだろうなというのは思いました。丸かったらね、干渉しないから。あとはまあ今だいぶ落ち着いて、多分ここからだんだん落ち着いていくと思うんですけど、電動での制御をするときはスマホのアプリから操作することになります。スマホアプリ以外からはできないんですね。だからまあ、いちいちスマホアプリで接続しなきゃいけないっていう、まあ、めんどくささはあるんですけども、最初はね、ファームウェアのアップデートが結構頻繁にあって、なんか動きがおかしいなと思ったら、ファームウェアのアップデートをすると、治ったりっていうのがありました。だから、まあ、こまめにアップデートはしといた方がいいんでしょうね。あと、まあ、最後に、あんまりデメリットってないんですけど、あえてまあ、絞り出して言うとすると、まあ設置が大掛かりっていうとこかもしれないですね。これはもうね、どうしようもないんですけど、最初にそのスライダーとパンとチルトと三軸で初めてタイムラプススライダー使う人が、そういうフルセットで買うと結構設置めんどくさいなって思うだろうし、使いこなせないと思うんですよ、私は。だからまあ思い切ってもちろんね、買ってしまってもいいんですが、まずはそのこのスライダーだけとか、もしくはこのパンだけ、っていうのを購入して、徐々に徐々に買い揃えていくのがいいんじゃないですかねとは思います。ですね、ざっくりしたレビューですが、以上になります。よっちゃんもあの動画をアップしてくれてるので、私が説明してない細かい機能のことも説明されてます。概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひ商品に興味のある方は見てください。もう一個最後に言っておきたいのが、これからお取り扱いしていただけるみたいなんですけど、私的に注目商品があって、タイムラプストリガーっていうのがあるんですよ。通常カメラ、この上にカメラを乗せてコントロールするときって、スライダー側からシャッターを切ってくださいっていう信号を送るんですね。だからカメラは待機状態で、
スライダーから信号が来たらシャッターを切る、シャッターを切る、シャッターを切るっていう動作をするんです。で、最近のカメラってすごくカメラ内のインターバル撮影機能が優秀じゃないですか。で、特に、昼から星空、星空から昼っていう、そういう露出の変化の激しい時間帯のタイムラプス表現っていうのが結構最近のカメラよくできるようになってきてるんですね。ただ、それをスライドレールモーションやパンモーションと一緒にやろうとするとちょっと難易度が上がるんですよ。基本的にそのカメラ内でその露出ランピングと言いますけど、滑らかな露出ランピングをして動画を繰り出すということに関してはですね、カメラの中からシャッターを切ってくださいっていうゴーサインを出さないと細かい露出変化ってできないんですね。で、外部からこう信号を出すタイプで、例えばマニュアルだったりとかですね、別のスマホタブレットとか、あとタイムラプスプラスビューってちょっと専門機器があるんですけど、そういうのを使って、露出ランピングを制御していくとどうしても滑らかにならないので、後で必ずタイムラプス用のソフトウェアっていうのが必要になりました。これがね、今までハードルだったんですよ。要はカメラ1個だけでホーリーグレールを表現するのはできるけども、こういうモーション機器を使った時に、そういったカメラ内インターバル撮影の機能が使えないので、タイムラプス用のソフトウェアを使ったりとか別の機器を使ったりしてやらなきゃいけないというのが、まあ、難しかったんですよね。ただこのタイムラプストリガーっていうのがですね、ホームページの表現とかを見ている限り、どうやらカメラ内でインターバル撮影をしたらそれに合わせてこっちが動いてくれるみたい。確かに今までなんでそれなかったんだろうって思うんですよ。そう、多分ね、私が知る限りそれね、 初の商品なんですよ。だからそれをこれから YS イメージさんで取り扱いされるっていう予定でいらっしゃるようですので、私が言ったような機能が、まあ、ちゃんと私も試したいと思いますけど、それができるんであれば実は結構革命ですよね。カメラ内インターバルタイマーの制御を使って、レールモーション、パンモーション、チルドモーションが使えるということで、そのタイムラプストリガーとの連動はやっぱり G ポンのこのスライダーとしか連動できないはずなので、そういった意味でもこのスライダーを使う価値はあるんじゃないかなと思います。はい、それでは、今回は以上になります。あとね、後編があります。はい、前編はここまでになりますので、後編は実際これを使った時の、注意点とか使い方とかそういうのをお伝えしたいと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。